ましたね。それで見た。ああ、危ない。見たけ。こんな感じでも、さっき教授も。寄ってますね。これね、ついに来た、最果ても来た感じありますね。ここ一番最果てのメーターになるってことで、さあ、ということで、切符は駅員さんがどうも無人なのか、ここはみたいですね。無人機なんだ。ここはないとあるみたいですけど、で売り場がここなんだ。こんな切符売り場なに、で切符は買うことができるみたいですね。地下鉄の連絡切符なんかも買えるんですね。ということでね、三滝まで来ましたけどね。こんな感じなんですね。いやー、ここが一番最果て感ありますね。こっからですよ。次、アカウントとかですね、ここからこうやって行くんでね。で、次で、ね、新ウヌはタウンみたいになってるのかな。中央ここに行く予定でね、行くんですよ。ここで、そのままメッツ行くね。でこっから新ウヌはタウンになる。次にここが大変なんだよな。あそこも30分で1本ですもんね。さあ、ってことで、こっからどうするかなんですけど。まあね、さっきも見た通りね、だいぶ時間がありますんでね、まあ、せっかくなんでね、こっから一駅だけでもね、駅間散歩してみようかなと思います。なんとか天気も持ちそうですね。で、本当はこっからハイキングとかに、向いてるみたいですね。朝来てハイキングとか、こっちの方かな、が、こう山の方にね、向かってこう行くと、結構観光名所になってるような感じらしいんですけど、まあね、うちはね、まだこの後一宮の方までぐるぐると行かないといけませんから。で、タクシーはあるんで、まあまあまあ、ここから先はいろいろと行くのはにはあるしなさそうですね。紙タクシーになった。で、V ドラップとかもあって、まあ一応なんとか、飲み物の気配とかはできそうですね。あ、ちなみにもう今出てきましたけど、あのさっき乗ってきた一本の列車が延々と行ったり来たりしてるだけみたいですね。シンプル。あの列車交換とかも何もなしっていうような構造みたいですね。どこだったっけ、あそこがそんなような構造でしたよね。近鉄の五節線じゃない、五節線は行き違いやっとった気がするで、どこだっけ、市議か、市議山口とかね、あっちとか、あの感じに似てるのかなと思います。道明寺線もそうかね、行き違いもなく一発でしたらずっと行ったり来たりしてますよっていう、そんな感じみたいですね。で、こっからね、三滝から三滝口までね、まあちょうど歩くといい時間なんじゃないかなと思うんで、歩いてみましょうか。住宅街って感じですね。住宅街ってことでもないか。まあなんとかですけど、全然ね、家も何も建てないっていうような地域ではないですね。てっきりもうほんと山ん中みたいな、そんなイメージだったんですけど、そうなんですね。
なんだ、ブロッコリーか。へえ、こういう風になってんだ、ブロッコリーって。ここにブロッコリー出てますよね。へえ、サブでみんな初めて見た。駅どっちになるか。まあもう線路沿いずっと歩いてる感じなんで、大丈夫でしょう。なんとか電話交換所なんですね。昔はね、電話交換所って言ったら人がわーっと集まってね、手作業でやってたらしいですよね。今はね、もう機械でカチカチやっちゃってから、あれぐらいの設備でできちゃいますもんね。これまっすぐでいいのかな。安海駅も近そうなんだよな。そこは自宅っぽいな。もうちょっと歩いた方がいいかな。おっと、あれか、近かった。全然余裕で歩ける距離ですね。なんならこれ時間余るんじゃねえ。もう一息行っても良さそうですね。30分に1本ですから、もう一丁あれですもんね。ここが御岳口全然、ね、ここは駐車場も広しですね。駐輪場がすごいな。めちゃくちゃ駐輪場広いな。なんかこのスペースを有効活用して、いろんな観光拠点にできたりしたら面白そうですけどね。で、御岳口駅。次は何分かな。あ、こんな感じで結構、あ、ちゃんと切符でもあんだ。へえ。で、投資の切符も買えるようになってんだ。名古屋まで1150円ね。こっちだと1150円で、名鉄名古屋だと1010円。あんまり変わらないですね。面白いですね。リフォーで880円か。あ、ここにも書いてあったね、1010円って。めっちゃ離れて書いてありますけど、同じところの駅のはずですよ。ああ、じゃあだけ。金山だと、こっちが1150円で、名鉄経由だと1070円なんですよね。で、こんな感じなんですね。次の電車が着きますね。3時10分でしょ、15時9分で、
新谷行きが次が30分、あちょうど全部30分ですから、あと10分あるもんな、もう一駅歩くか。新谷の次がどこだ、御嶽口の次が5度か、5度まで歩いてみましょうか。